地だらけの惨劇は、1963年に制作され、1964年に完成、公開されたアメリカ合衆国のホラー映画である。ウィリアム・キャッスルが制作、監督、ジョーン・クロフォード、ダイアン・ベイカーらが出演している。カリフォルニア州に住む主婦のルーシーは、夫が浮気相手と寝室にいたところを見つけ、斧で二人を殺害した。ルーシーは、精神病院に送られ、当時3歳だった娘のキャロルは、ルーシーの兄ビルとその妻、エミリーの元へと預けられた。それから20年後、仮釈放されたルーシーは、成長したキャロルと再会する。ある日、キャロルは婚約者のマイケルの両親に、ルーシーのことを紹介する。それから、ルーシーはマイケルに会うが、ルーシーの主治医からの電話が来た途端パニックに陥る。その後、ルーシーは診察を受けるが、精神的な苦痛が限界に達したため、その場を去った。主治医はルーシーを見つけるも、何者かによって斧で殺される。主治医の死を知ったキャロルは車を納屋に隠すも、使用人がその様子を見てしまったため、斧で殺した。その後、マイケルの両親にルーシーの過去が知られてしまう。マイケルの父親であるレイモンドは、キャロルたちの前で結婚を認めないことを告げた直後、斧で殺された。ありがとうございます。